前回の動画で紹介した諏訪湖周辺を散策し、今回の旅の本題である諏訪大社を目指します。ご存知の通り、諏訪大社は4社からなっています。まずは上社の前宮、そして上社の本宮を目指します。でっけえ鳥居だなこりゃ。これを登っていくわけですね。はい、頑張って登っていきます。まずはじめに前宮に来ました。おっきいね。あと運がでかいです。神門、ああそうですね、確かにこのような形になってましたね。ですね、現在地ここですので、まだまだこう登っていく形ですね。で本殿、あーやっぱり、うん、守屋さん、うん、なるほどなるほど。鳥の祭りには鹿の頭75頭が備えられた。この鹿の中には必ず耳の裂けた鹿が入っていることから、諏訪の七不思議の一つに数えられた。ああ。とんでもなくでかいカボチャがあります。ああ、いきなり現れました。本柱もありますね。向こうにも近づいてみましょう。先ほどの神門よく似ていますね。形どくて神門になっています。名水水画らしいですね。面白い。あ、本当に綺麗だな。冷たい。前宮はこうやって御柱がすぐ近くに見えるのがいいですね。これ2の柱で、向こうあれですね、あれも御柱さんです。すごいな、湧き水がこんなに流れてんだよ。で、先ほど奥に見えたあれ、これがね、3の柱みたい。違う柱も見てみましょう。これに乗っかるんだもんね。すごいよね。これが1の柱です。1の御柱です。長さ17メートル。はい、これが4の御柱ですね。本殿を四方から囲うようにして立っています。でですね、こちら、本殿の裏側になるのですが、この境内の中に、境内というか社殿の中にですね、ものすごいぶっとい木があるんですよ。これはすごいわ。院長っていうのは神主とかの位ではかなり上ですよね。それの守屋の資料館ということでございます。ちょっとよくわからないのですが、行ってみましょう。守屋家の祖先は諏訪大明神武宗方が、諏訪に入る前から土着の神と言われていた。そうですね、守屋さんは、守屋家はそうでございますね、土着です。それを
武見中田が譲ったもしくは取ったという噂でございます。三作様ですね。でこちら、気づくと思うのですが、ちっちゃい社にも4本の御柱が立っています。もちろんこちらにも立っています。すごいですね。でこちらが、三作様でございますね。なぜ今回私がここに一番来たかったかと言いますと、ここに来るまで一つの疑問を持っていたからです。それは国譲りの際に出雲系の神様とアマテラス系の神様が争いました。出雲系側についたのが諏訪の武見中田、そしてアマテラス側から派遣されたのが茨城の武三日月。この二人は相撲で勝負をしました。それが相撲の始まりとも言われています。アマテラス系の武三日月が見事勝利をしました。武三日月といえば茨城県鹿島です。その鹿に乗って奈良に行ったとも言われています。鹿の頭を捧げるという記載。ここに来るまで武三日月に恨みを持っていたから、そのようなお祭りが今でも続いているのかと疑問に思っていたからです。実際は五穀豊穣を祈るお祭りで、私の疑問も解けました。先ほどのあそこの、これが御石寺様で、御石寺様でこちらが全て守谷の山ですね。守谷山になります。こちらを守谷氏が治めていたということでございます。武見中田が来る前に治めていた土着の神様です。諏訪大社本宮、本宮に来ました。あちらからずっと参道を通ってですね、これからお参りをしたいと思います。土俵もあります。土俵があって、あちらには大きな太鼓があります。随分でかい太鼓だね、これ。なんじゃこりゃ。神楽殿なのかな。でかっ。あ、神楽殿だ、やっぱり。いやー、立派な太鼓だよ、これは。武見中田と八坂乙女の神か。雷電だって。すごい。こんな違う。こちら温泉のお水になってますね。湯気が出ています。あちあち。しかもね、硫黄の匂いがすごい。一の御柱がありました。いや、こちらも立派ですね。空吹きで、この奥に見えるのが本宮で、こちらが直眼殿だって。あ、今12時だね。こちらが正面になるのかな。ただいま時刻は1時前。やっと
晴れてきました。よかった、晴れてきて。諏訪の神門がありますね。高島城でございます。はい、こちら高島城にやってきました。昔はね、諏訪湖がここら辺まで来てたらしくてですね、浮城と、浮城、浮くって書いて浮城とも呼ばれてたらしいです。明治の廃藩置県でこの高島城が取り壊されて、高島城が取り壊されてというか高島藩がなくなってしまったので、廃城となってしまったということでございます。こちらは市民の強い声に押され復興したとのことです。うん、紅葉が舞っています。綺麗です。いや、晴れてよかった。